どうも、無職のアラレです。26日、4月2日、大阪杯をやりたいと思います。まあ、ということで、まあね、大阪杯、まあ、過去5年の成績こちら。まあね、比較的荒れてるんすよ、これ。まあ、去年もね、一番人気飛んで、2年前、あの、ね、みんな大好きなコントレイルが3着、まあ、その前もね、一番人気3着ということで。まあ、一番人気勝ってないですね、本当に。そんな感じなんで、まあ、ちょっと去年のね、レースちょっと見てみましょう。やっぱね、ポタジェがね5番手ぐらいにいい位置でいて、まあ、レイパパレが結構抜け出しそうな感じではあったんですけど、やっぱね、まあ、ねディープ走るんですよね、これマジで。結局、まあ、今回もディープインパクト3区いるんで、まあ、ちょっと、まあ、考えどころあるんですけど、ここでねレイパパレが脱げ切ったと思ったらアリーボも突っ込んできて、で最後に内からポタジェが来た。はい、ということでポタジェこんな感じでやったんですけど、8番人気だったということで、でまあね、レイパパレが3番人気でも、まあね、1、2年前の覇者ですからね、まあ、それでいて3番人気8番人気決まってこんな感じになってるので、まあ、ちょっと今年もねちょっと見ていきたいかなと思っております。想定オッズこちらで、まあ、スターズオンアースジャックドール、まあ、一番2番人気想定なんですかね。まあ中山記念の、ヒシーグアス、まああれですよね、ジェラルディーナは、まあ、あのエリザベス女王杯出ててということで、まあ、やっぱ混戦状態な感じのメンバー構成ですね。人気の成績こちら、まあね一番人気が、まあ、3133、まあね、ここ最近ちょっと、まあ、でなんか、まあ、連帯もしてないっていう感じであり、まあ、2番人気の成績もいいんですけどね。で去年、まあ、3番人気成績悪かったんですけど、レイパパレ2着に来ててと言いつつも4番人気が成績がいいということなんで、まあ、この、ね、ちょっと、ね、軸選びが結構難しいメンバー構成なのかなと思っております。あと、年齢の成績もこちら、まあね、こう過去2年3年4年ずっと4歳5歳でしかもう来てないということなんですけど、まあね、4歳5歳成績いいんですけど、まあ、6歳7歳成績がちょっと落ちるんですが、今年はちょっとね、まあ、ヒシイグアスだったり、まあ、ちょっとね、有力馬が結構来ればいるので、このあたり人気をね背負っての展開になると思うので、このあたりはどうかなと思っております。あとちょっと気になるポイントが、消しポイントと言っちゃってもいいんですけど、こちら関東馬が00130、このね関東馬今回ちょっとスターズオンアース一番人気想定なんですけど、関東馬が2着すら入ってないっていう状態なので、まあねこのあたりちょっとね見た上で、まあねちょっと僕の本命いきたいと思います。イエーイ。ということで本命馬キラーアビリティいました。ちょっとねやっぱま、前 の、 参考動画でもちょっと言ってたんですけど、まあね、ちょっとねディープインパクト、まあね、走るということで、そして5歳会場券やっぱねあります。ただ今年は金量がちょっと牝馬牡馬ともに1キロずつ上がるということなので、58キロのディープ、まあ、っていうのはあるんですが、まあ、ポタジェ含めこのキラーアビリティちょっと買いたいかなと僕は思ってます。まあ、買い目で言ったらこちら、そうっすね、まあちょっとスターズオンアースちょっと人気あれだと思うんですけど、ジャックドール、まあそうっすね、まあどっちかっていうと僕ジェラルディーナ、ベルトライゼンテ、この辺りをちょっとね、まあポタジェもやっぱリピーターあるんじゃないかなということで、この辺りちょっとね馬連3連馬単3連複ちょっとね来れば万馬券なんじゃないかということで、これをいきたいと思います。ということで大阪杯の解明終わりました。引き続き、桜花賞、日曜日明けたら、皐月賞の、参考レース動画もやってますんで、よかったら見てください。以上、無職のアレでした。さよなら。